昔の先人、鴨の長明にしても、夏目漱石にしても、アントワヌ・サント・グジュペリ、星の王様書いた、あの夜間飛行士のパイロットにしても、みんな自然と向き合ってる。そして、ものは心で見るんだよ。肝心なものは目で見えないんだよ。見えるもの、触れるもの、味わえるものが全てじゃない。それは思考なんです。意識は、見えるものの背後に見えない世界があるんだというものを見るんです。それが意識です。信仰の創始者、完成者、ジーザスから目を離さないでいなさい。信仰がなければ神を喜ばすことはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないんです。義人は信仰によって生きる。ジーザスが果たしてこの地上に帰ってきた時に、この地上に信仰があるだろうかとまず見られると。4人の厨房を担いだ人たちの信仰を見て、来よ、あなたの罪は許されたと言った。彼らの信仰を見て、イエスの癒しの技が行われた。信仰というのは意識です。みんなの中に意識するアンテナがあるけど、思考の奴隷になってると意識が働かないんです。意識が塞がれてしまうわけです。結局意識が働き始めるのは、怪我をしたり、病気になったりする時です。つい最近、自分のところに電話があったわけです。その人は以前、娼婦をやってたわけです。ある時、彼女はクリスチャンで教会に行きながら、お金がなくて離婚して、お金に困ってて母親と息子を支えるために、風俗の仕事をやってたわけです。そして、毎日日記を書くんです。私は、今日はクリスマス。でも私は今から仕事です。神様、私は滅びてもいいです。地獄に行ってもいいですから。自分の息子と母親だけは救ってあげてください。で、祈りが書いてある。その隣に、指名料1万4千円。安いなと俺は思いながら。ね。そして、ウーロン茶500円。今日の稼ぎ4万4千円って書いてある。それを3冊、私はこういう人間ですから読んでくださいって、なんで読まなくちゃいけないんだと思ったけど、全部読みました。はぁってため息出たよね。ある時、なんで彼女と出会ったかというと、彼女、お客さんで、クリスチャンになりたい、洗礼受けたいという人がいるんだけど、自分の教会の牧師に、実は私、風俗やってて、そこでお客さんが洗礼受けたいと言ったんですけど、先生、洗礼授けていただけますかって言えない。ね。だから、カウンセリングを受けてた、クリスチャンの。そして、そのカウンセリングの人に、そういうお客さん、風俗に来たお客さんに洗礼を授けるような牧師って日本にいるんですかねって聞いたら、います。アーサー・ホーラムだと。勝手に言うなよって。電話してくれよってね。俺にもクッション必要だよって。もう決めちゃったの。会ってあげてくんないかって。で、彼女の名前はヘベンと言うと。天国ってなんだよ、それって。ね。ほんで、そしたら、結局、内容はある時彼女が、もう祈って日記書いて、仕事に行った。そしたら、あるお客さんが彼女を指名してくれたと。それ指名してくれた時に、そのお客さんが、もうこう、何も行為はしなくていい。話そうって言ったと。そしてまずお客さんが自分にこう問いかけたと。お前はクリント・イーストウッドが好きかと。いや、私はクリント・イーストウッドはちょっと濃いんであまりタイプじゃありません。そしたらお客さんが、イエス・キリストは好きかって。みたいな。お客さんからまさか自分が信じているイエス・キリストのことを聞くと思ってない。お客さんも何気なしに言っただけの話。でも彼女はこれは神の御心かなって、いるところは御心じゃねえよって言いたいけど、ここだけは御心かなってね。なんかこうクリスチャンってね、身胸とか御心とか、この身胸、鳩胸、御心、どんぐりころころ、わけわかんない言葉使うけど、御心かなっていうことで、で、お客さんは毎回彼女を指名してくれて話すだけだった。絵描きなんです。そのお客さんがある時、バッグに1000万持ってきて、彼女にこれあげるから仕事辞めなって。そして俺はあなたの信じてるイエスを信じて洗礼を受けて行ったんですよ。それで俺のところに電話があったの。で、この前で会ったんですよ。そいつサングラスかけて野球帽深くかぶってあまり顔見てほしくないっていうね。で、ナップサック持って、そして見た時に、だいたい俺はおしゃれなやつだと山の上ホテルで話そうって言うんだけど、これはスターバックスだなと思ったわけですよ。ほんでスターバックスに行ったんですよ。ね。別に差別してるわけじゃなくて、そこはもう適材適所。感覚、センス。ね。ほんで、スターバックス、そのお茶飲みスターバックスって言ったら、マキアートラテなんてやってるとこで、やつと座ったわけですよ。
そして俺もやつ画家だから、俺もピカソとかセザンヌとか一応絵好きだから、俺も自分はアーティストだと思ってるからピカソの話したんですよね。そしたらピカソはこうでああでってね、偉そうにしてくるわけですよ。今日立場違うんじゃねえのお前ってね、何のためにここに来たんだみたいなね。で、洗礼受けたい、お前受けたいの、洗礼は儀式だよね、大切なのは意識なんだと。意識に基づいた儀式でないと意味はないよって。だ、洗礼というのはね、心の中にイエス・キリストを受け入れて、自分は罪人だと。でもこんな罪人のために罪なきお方が身代わりとなって十字架にかかってくれて、死んで葬られ蘇ってくれて、自分の中に生きてくれる存在。俺はそれを頭でじゃなくて、これを信じます。受け入れます。なんか不思議だけど心がそうしたい。その瞬間お前はクリスチャンなんだと。もう実を言うと神様ずっとお前はクリスチャンになる前からお前を愛してんだよって。ね。ただそれに気づいてなかっただけ。そのジーザスの十字架というのはそのことを気づかせてくれる。だからまず迎え入れること。これが心の洗礼。そしたら儀式の洗礼は意味あるものになると。俺は海とかでやってあげる自然と一つになるってことは神と一つになることなんだとね。だからお前、儀式はいつでもできるけど、意識なしの儀式は無意味だと。意識を持ちたいですって、イエス様信じますって言うんだよね。で、そこで、じゃあ俺の後について祈れって、イエス様、マキアート、待て、心を開きます、マキアート、なんてやってるわけさ。で、それイエス様信じるわけですよ、彼が。そしたら急にナップサックからペットボトルを出して、聖水ですって言うんだよね。聖水、はい、聖なる水ですって、これペットボトルじゃんって。いや、これで洗礼させてください。え、これでここで、いや、俺もいろいろやったけど、ペットボトルでやるのは初めてだと。いいよ、やろうって言ってね。父と子と聖霊の身にあって、あなたにバプティスマを授けます。ラテーなんて言ってるわけさ。アーメンって洗礼カードに書きましたよ。洗礼場所。お茶の水スターバックスって書きました。で、そいつ喜んで、その後に、一年のうち電話かかってくる。その後も数ヶ月のうちも電話かかってくる。アーサーさん。クリスチャンになってから俺の絵が売れるようになりました。中国の実業家が中国のレストランに飾りたいって言いました。マッキントッシュのコンピューターまでくれました。神様信じたらこんな祝福されるんですね。一年のうちに、その、ソープ嬢と結婚したいって。お前ちょっと待てと、厚かましいなと。ね。お前彼女はどうなんだ、彼女もしたいって俺一緒に話した。彼女も結婚したい。彼女のお母さんの面倒を見てあげたい。子供の面倒を見てあげたい。結構フライデーナイトによく来る人なんですよ。今日は来てないから言うけど。でも彼女はね、私のこと言ってくださって結構ですって言うんだよね。で、息子もいい息子で、で、俺が十字架行進するときはいろんなアクセサリー作ってくれて、それを売ってくれて、俺の十字架行進を応援にしてくれる。そういうね、もう神様なんかあんなところに一個ないっていうところに逆に神様働くんですよ。昔の映画で南京のキリストっていうね、娼婦のね、映画だけどキリストに出会う話とか、ね、また奇跡の鐘っていう映画もあるけど、ね、炭鉱夫の奥さんとして、ね、結局ご主人が事故になって、セックスできなくなって、ご主人が自分の前で誰かとやれっていうように言って、そのうちに娼婦にさせて、そして教会の信者なのにそんな淫らなことをしてって、教会からみんな顰蹙買って、教会から破門になる。そして彼女が死んだ時、教会で葬儀も行われない。しかし、船の上で彼女の棺桶を海の大海原に捨てた時に、天国でカランカランって大空で鐘が鳴るっていう映画なんだけど、結局世の中の宗教に対しては結構シビアな目で人は見るけど、だからといって神様いないわけじゃない。教会は神を小さく捉え、そして立法主義的にし、まさに宗教家たちがイエスを十字架に貼り付けたように、今の教会が伸びないのも、どっかで憐れみと恵みを忘れてしまって、立法主義的になってるのかもしれない。で、結構こういう場所に来る人たちって結構教会で行き詰まってる人たちが多いんです。で、俺はあなたの代弁者となって、好き勝手なこと言って、あなたの心は、ありがとう、みたいな。ね。あ、私は言えないけど、言ってくれてありがとう、みたいな。で、俺バンバン言って、ね、俺もすっきり、お前らは今日俺のタンツロだみたいな感じで、やってるわけですよ。でもね、俺間違ってないと思うよ。150年の歴史の中で 1% 弱のクリスチャンしかいないっていうのは、これ相当ね、
ビジネスで言うと、相当このセールスが下手な連中の集まりですよね。だってそういう凝り固まったやつって、思考にとらわれた伝道してんだもん。もう要するに牧師も神学の奴隷になっちゃって、ね、神学を教えるわけですよね。で、そういうところの信者って、あれはアーサーの方っていうのはアーサー・ホーランド教だっていうわけさ。じゃあお前らどこの教会に行ってんだ、ホーリネス、それはウェスリニアン、ホーリニアン、ウェスリニアン、アーミニアンだと。どういうことかというと、ウェスリニアンとアーミニアンの神学、聖書はこう言ってるということを彼らは勉強して、それを土台にして彼ら語ってんだ。お前らは、ね、アーミニアンとウェスリニアンの神学を伝える教会に行ってるんだと。俺はウェスリニアンもアーミニアンもカルバンも一応大真ん中に読んでるよって。その中から総合して俺はこう思うってことを言ってる。俺の方がはるかに逆に超越してると思うよって勝手に自分を褒めてるわけさ。ね。だから何でも言いやがるってね。もうキリスト教会が俺を見捨てても、俺のキリストは捨てねえぜ、ベイビーって、かーっちゃえみたいな。だから、ジーザスは俺のために十字架にかかってくれたんだ。しかも、宗教家に批判され、お前は神を冒涜している。ね。そして、この頭の上にはね、こいつは、ね、イスラエルの王と自分を自称したと。ね。で、さらけ者の刑を受けるわけですよ。それでも、ジーザスは父を彼らを許してあげてください。自分が何をしているのか分からないでいるんですと。死なれ、葬られ、三日目に蘇って、昨日も今日も常しに変わらないお方は今もこの場所に、空気があなたを包んでいるようにあなたを包んで、あなたのハートの扉をノックしてくれている。鳥のさえずりを通して、川のせせらぎを通して、海の大海原の波の音を通して、風が林や森を駆け巡りながら、葉っぱと葉っぱがすれ違って奏でる音色、音楽というのはまさに自然界からやってきたもの。その音楽こそ、まさに神が奏でている音色、自然からのオーケストラ。俺たちに絶えずメッセージを届けてくれる。バイクに乗りながら自然界見て感動するのはね、そういうスピリットが流れてるからです。俺の目にはお前は高価、お前は価値あるもの、周りが何と言おうとお前は価値あるもの、俺の目にはお前は尊い、お前は特別スペシャル。芸能人だけが特別なんじゃない。分け隔てなくお前も特別。そして俺はお前が大好きなんだと。人の子イエスがともあなたのために十字架の上で命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。Greater love has no one than this one man lays down his life for his friend. 神の愛は大きな、広い、誰人しても得ない。深いどんな問題も罪も解決へと導き、高い絶望から希望へと引き上げる愛。この愛があなたを包んでいるんだと。この、聖書の中にね、レビという、その、主税人の話が出てきますよ。その箇所今ちょっと見せますけど、そこをちょこっと読んでみたいと思うんですよね。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが主税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。このアルパヤの子レビが主税所っていうのは、これはね、金貸しや、まあ、ヤクザの輩ですよ、こいつは。そして、結局、ローマの支配の中にあり、結局、税金をユダヤ人から取って自分のポッケに金を入れてた、ずる賢い、悪賢いやつなんですね。もうユダヤ人たちから嫌われてる。てめえは お前の国を裏切って、自分と同じ仲間から金を取って、両方に二股かけて、ね、お前とんでもねえ奴だって言われてたやつなんですよ。だから宗教家は、ああいう奴と接すな、あんな奴と飲み食いしたら、お前も染められて、お前も地獄行きになるぞって言われてたやつ。もう要するに、こいつはもう完璧な目、救いようがないって言われてたやつ。でもイエスは、そいつのところにわざわざ行って、主税所に座っているレビ、ある箇所でマタイって言いますよ。ね。マタイに、おい、俺について来いよ。お前、俺の弟子になるって言うんですよ。俺でいいんですかって。ね。いや、みんな俺ダメだって言ってますよって。今この一世風靡しているイエスが、俺を呼んでくれている。びっくりしますよ。
お前はダメな人間だって言われて育ったやつですよ。そしてダメな生き方をしてるんですよ。もうとことんずる賢く生きてやれって。ね。金が全てなんだって。ね。その主税所で金を計算してるときにイエスが来て俺について来いって。それからイエスは彼の家で食卓に仕えた。ってことは彼ね、食事に招いたんですよ。でね、食事に招いて主税人や罪たちも大勢、まあね、子分とか、ね、若頭とか、もうその悪い連中みんな集まって、まさにね、右翼、そしてヤクザの連中たち集めて、この親分さんすげえよって言ってるのと同じですよね。そこで彼ら、食卓についてこういう人たちが大勢いてイエスに従ったのである。要するにイエスに惚れちゃったんですよ。男が男に惚れるっていう世界があるんです。イエス様は娼婦にも惚れられ、そして男にも惚れられるんですね。女だけに惚れられるならつけこまし、男だけに惚れられるならホモ。その両方に惚れられるわけですから。男魅了に尽きるというか相当魅力的な存在だったということが言える。誰も宗教家なんかね、あんたの信じてるもんか信じるもんかって。あんたの信じてるものを信じて、あんたみたいな風貌になるなら遠慮させて。でもイエス様はすげえ。男は一つのことしか考えないって男に失望している娼婦が、男の中の男をイエスに見るわけですよ。そして男の世界の中で男になりたい、生きな男になりたいというのは裏切り裏切られて、いい男なんかいねえじゃねえか。この親分さんに惚れてヤクザに入ったものの、結局、一匹狼的なヤクザの映画で出ているような奴たちはいなくて、みんな裏切る奴ばかりじゃねえかって途方に暮れてたのに、この方は本当の兄貴であり親分だと思ってみんな従っちゃう。この人についていけ。ね。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事しておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事するんだ。あんな奴と食事一緒にしたら、汚れるんだと。だから汚れないために、あんな奴らと一緒のテーブルに座るなと。一緒に飯なんか食うなと。ね、バイキンが映るかのように、こいつらの罪が自分を汚すから。ね、そういう潔癖症の冷たい奴らだったんですよ。でもイエスは、そういう人たちを一緒に飲み食いするわけですよ。そして一緒に泣いたり笑ったりするわけですよ。そして彼の語る言葉は、宗教家の語る冷たい言葉とは全然違う。もう自分の心をロケンロールするわけですよ。この人についていきたいと思うわけですよね。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たんです。皆さん、罪人を招くために来たんですよ。ね。親鸞とか蓮如法然ってね、悪人正気を語るわけですね。要するに、他力、この阿弥陀如来はね、もう罪を犯すどうしようもない人間に愛の手を差し伸べてんだと。ね、善人、ね、なおもて往生する、いわんや悪人親っていう言葉がある。要するに善人なんか善と悪って世の中は言うけど、善人なんかいないんだと、みんな悪に染まってんだと。ね、道徳でこれを守れば善になるって、善人なんて一人もいない。聖書も言うよ、人間みんな罪人で絞ったら汚いものが出てくる。人を殺してないかもしれない。悪いことを世の中の一般的な悪いことをしてなくても、心の中で思えば同じことなんだってジーズは言うわけさ。みんな罪というのは的外してブレて生きている。愛の源から離れてるから愛の求道者になる。真理はお前を自由にするという自然体の源から背を向けていくから不自由になる。そして命の源から背を向けていくから死の恐れ不安無力に駆られて死ぬのが怖いと人は言い張っていく。結局みんな本質から離れてるから恐れるんですよ。でもこの本質とつながってたら死なんか怖くなくなってきます。なぜかというと、俺らの体って土の器なんですよ。土から生まれ土に帰るんですよ。でも忘れちゃいけない、この土の器の中に宝なる魂というものがあるんです。この魂は永遠なんです。だから、千の風の歌で墓の前で泣かないでください。私は死んでなんかいません。眠ってなんかいません。千の風になってこの大空を吹き渡ってるんです。千の風に。ね、ヒットしたけど。あれアメリカ先住民の
ね、詩をアライマンが訳しただけの話なんだけど、結局グレイテストスピリットって、ね、ネイティブアメリカンが言うのはこの天地を創造した神を指しているわけです。浄土宗が言う他力というのも向こうから働きかける慈愛に富んだ、ね、存在は在郷人事の分布を見捨てることはできなくて救いの手を差し伸べてくれているんだと、これを他力というんです。またグレイテストスピリットというんです。またアメイジング・グレイス、驚くばかりの恵みとも言うんです。ただ人間はそれにレッテルを貼ってネーミングをつけるだけなんです。大切なのはそのネーミングにとらわれなくて、もっとそれを突き抜けた部分の本質、大いなる存在は天と地を創造し光をあれとおっしゃったら光があった。私が見るこの自然界は大いなる存在の言葉によって成り立っている。ゴッドスペル、神は書いた、言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を表現した。ゴスペルとはゴッドスペル、神は書いた。俺たちが自然界見て感動するというのはゴスペルに感動したんです。それはある人は他力という、ある人はグレイテストスピリットという、ある人は言うに言われないあるものという。でも本質は本質、アルファでありオメガであり始めであり終わりであり、生まれてくることもないし滅びることもない、昨日も今日も常しえに変わらない存在、いつもある。この方によって作られたあなたもあるんです。ただこの方から離れていると思考の奴隷になって、宗教の奴隷になって、宗教がすることは何かというと、つなげないでバラバラにするんです。分裂分派を起こすんです。でも大いなる存在とつながるとみんなつながっていくんです。あなたの中にある魂も俺の魂もいずれは同じ元に帰っていく。そういう意味では皆さんが本当の意味で兄弟姉妹なんです。それはここにいる人だけじゃなくて外にいる人たちも同じなんです。クリスチャンであろうがなかろうが、みんな神に作られた作品なんです。そして俺らは兄弟なんです。でもそう思えない、私は仏教徒、私はキリスト教、私はユダヤ教、イスラム教徒で、どれだけ宗教が戦争を起こしてきたか、もう宗教は限界の時代です。これからはもっと本質とつながっている自分に気づかないと、宗教は答えを与えないんです。大いなる存在は今も生きていて、あなたの中に働いて、あなたの心を豊かにしてくれます。逆に言うなら、あなたの体こそ神の住む宮であり、そして罪汚れた心の中に、あのジーザスが馬小屋で生まれたように生まれてくれるんです。私は罪人を招くために来た。犯罪者のみならず、人間みんな罪人、みんなブレて生きている。ハマルティアという的外れというアーチェリーから来た言葉が罪なんです。ど真ん中に当たれば的中、ど真ん中から1センチでも1メートルの外れと1センチ罪、1メートル罪、的外してるよ。一番大切な人生のあなたを魅力的にする的から外れて生きてるよ。だから人間関係もブレるんだよ。そのブレを修正するために、罪人を招くために来たジーザスは、この大いなる天と地を創造し私たち人間を作ってくれた存在が、人間を失っている私たちのところに、人間にある生き方はこういう生き方だよということを身をもって、諸女マリアを通して生まれ、33年間の人生を歩んでくださり、いろんな人に愛を実践し、神は愛なんだということを体験し、人を癒し解放し、そして救いへと導いたんです。そしてそれを語るだけじゃなくて、自ら体を張って十字架の上で、罪なきお方が罪人の身代わりとなって犠牲になってくれた。そこまで俺らを愛している。いろんなヤクザの親分さんが俺の集会に来ます。そして僕は親分さんに、ヤクザやめろとは言わない、いいヤクザになってくださいと言うんです。俺が見た映画は菅原文太、高倉健、鶴田浩二、みんな一匹狼の任侠を貫く人たちです。でも今のヤクザも任侠道を語りながら論語読みの論語知らず、宗教家や神学校出た牧師と変わらないような、言葉で言うけど生き方で見せない、そういう人たちがいっぱいいるわけですね。え、親分さん、いい親分さんになりたければ十字架見てくださいと。これこそ任侠の中の任侠ですよ。
弱気を助け強気をくじく生き方がここにありますよ。俺らの罪のために罪を犯してない存在が真っ裸なフルチンの姿になって十字架に貼り付けられ、クソもしょんべんも垂れ流しながら肩も脱臼し茨の冠、鞭打ちの刑を受け、内臓もはみ出てる状況の中で息を引き取る前に彼らを許してあげてください。宗教家も目の前にいる自分を裏切った弟子たちも許してあげてください。自分が何をしてるのか分かんないんです。そうです、私たち自分が何をしてるのか分かんない、大いなる存在から離れて生きてるのも分かんない、人を傷つけてるのも分かんない、己を傷つけてるのも分かんない、そういう分かんない俺たちのために許してあげてください。私が彼らの身代わりとなって十字架で犠牲になります。一粒の麦が血に落ちて死んだがゆえに多くの実を結ぶ。俺らの罪のために死なれ、葬られ、三日目に蘇って、今も空気のようにスピリットは俺たちに働き続けている。そして俺たちに我に帰るように導いている。鳥のさえずりを通して、川のせさらぎを通して、波の音を通して、ある書物を通して、アーサー・ホーランドのメッセージを通して、あなたの心の扉を叩いている存在。あなたが懺悔するから救われるんじゃない。ごめんなさい神様、もう二度とこんな罪は犯しませんって言っても無理。また犯すから。ね。要するに、その、もうしませんっていうことが罪から解放される道じゃない。うなだれてしませんっていうんじゃなくて、見上げて、手を見上げて、こんなどうしようもない罪人、愛してくれてありがとうございます。受け入れてくださってありがとうございます。変わってから俺のところに来いじゃない、そのままでいいから来い、だから俺は娼婦の人たちにそのままでいいから教会に来い、ヤクザの人たちそのままでいいから、罪を犯しているただ中でもいいからおいで、うん、罪を犯しながらでいいから、イエス様も欲しいし、この女も欲しい、この女も欲しいし、このイエス様も欲しい、この男も欲しいし、このイエス様も欲しい、そのままでもいいからおいで、そのうちにイエス様の愛が分かってくると癒しが行われ解放され、そしてイエス様はどんどん大きくなっていく、ね、最初から自分の悪習慣やめれんならイエス様の十字架なんか必要じゃないんですよ。でもイエス様の憐れみが俺たちに必要なのは、俺たちが罪深い人間だからです。すべて疲れているもの、重荷を負っているもの、そのままでいいよ、私のところにおいで、来いなければ私がお前のところに行く、お前を抱っこしてあげる、お前を支えてあげる、お前を導いてあげる、かっちょいー、惚れちゃうね、このジーザスに、ね、この方はそこまであなたを愛してるんですよ。ぜひ意識をこの方に向けてみてください。誰でも、どんな人でも、ヤクザでも真面目な人でも、誰でもイエス・キリストの愛のうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古い自分はダメだという劣等感を過ぎ去り、身を全てが新しくなった、そういう奇跡があなたの心の中に必ず起きます。先のことを思い悩むな、後のことを思い煩うな、見よ、私は今新しいことをする、それが今もう起ころうとしている、お前はそれを知らないのか、知りな、今だよ、明日でもなければ昨日でもない、今この瞬間、今この時だよ、今が救いの時だよ、今が恵みの時だよ、荒野に、お前の人生の荒野に俺は道を設ける、救いの道、解放の道、自由への道、光への道、そして荒れ地に川を設ける、全く乾いている場所に潤いを設ける、サマリアの女にこの水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者はその人のうちに泉となって、永遠に朽ち果てない泉が川となってあなたの心を潤し満たし周りに流れていく、そのような生ける水をあなたに与えてくれる存在、それはいつかまた今度、あなたが熱心に聖書を勉強したから、真面目に教会に行くからそこに到達できない、今それをあなたは心にもうすでに持っている、それに気づきゃいいだけの話です。今日が救いの日、今日が恵みの日、ジーザス見上げてください。この方はあなたを許し愛し解放する方です。この方は決してあなたを失望させません。あなたをこれからも支え導き続けてくれます。一言お祈りしましょう。頭を抱えてまぶたを閉じながら、どうぞ一人一人祈りの一時を持ちましょう。
見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞く者は、そして心を開く者は、私はその人の心の中に入る。この中でまだジーザスを迎えてない方もいらっしゃるかもしれません。今日がチャンスかもしれません。明日あるかないかわからない。今が救いの時、恵みの時。それは宗教的になることじゃありません。本当の自分に立ち返る道です。本当のあなたらしさがもっと現れる、そういう豊かな人生を歩む第一のステップなのかもしれません。心の中にこの存在を意識する。いつもあなたのそばにいた存在、あなたが一人ぼっちで泣いてた時に一緒に泣いてくれてた存在、あなたを抱きしめてくれてるのにあなたはそれに気づかなかった。あなたの問題を抱きしめてたから。この方にありがとうございます。自分とこれからもいてくださることを感謝します。自分では自分を変えられませんけど、あなたが自分を内側から本来自分が望む魅力的な女性、魅力的な男性に変えてくださることをありがとうございます。そのように祈ってみてください。また自分もジーザスを心の中に迎え入れたいという方、イエス様、今私の心の中に入ってきてください。あなたを受け入れます。祈ってみてください。求めをそうすれば与えられる、そういう聖書の言葉があります。またすでにクリスチャンの方はもっともっとあなたの愛を体験して解放されていくことができますように。肩に力を入れて生きるんじゃなくて、もっと解放されて人生一日一日一瞬一瞬をエンジョイしていくことができますように。祈ってみてください。天のお父様、あなたの皆を心から崇めて感謝します。ここにいる一人一人をありがとうございます。一人一人が高価で尊く愛されていることを感謝します。一人一人の中に素晴らしい可能性があることを感謝します。一人一人があなたの無償の愛で愛されていることをありがとうございます。私たちは思考にとらわれて、過去と未来にとらわれて、そのことに気づいていないことが多々あります。でも今日そのことを指摘してくださって感謝します。一人一人があなたに今意識を向けます。どうぞあなたのスピリットがその人の心に生かされているんだ、許されているんだ、愛されているんだと、理屈じゃなくて不思議な計り知れない安らぎと平安を体験させてくださるようによろしくお願いします。今日のこの集会を感謝してジーザスの名によってお祈りします。エーメン。ありがとうございました。 Thank you very much。ありがとう。